富岡町の全員協議会には内閣府の職員が出席し、帰還困難区域の再生に向けた今後の取り組みなどを説明しました。国は帰還困難区域のうち復興拠点以外の地域について、各自治体が作成した計画をもとに特定帰還居住区域に指定し、除染費用を負担した上でインフラ整備も行うことにしています。富岡町の帰還困難区域のうち、オラガ浜深谷地区では合わせて85世帯が帰還を希望していて、町では帰還を希望する住民の生活圏を確認するなど、計画作成に向けた準備を進めています。